トマ・ピケティが戦後の有権者の投票行動について非常に大規模な分析を行ったところ、1980年代以降、欧米の左派政党の支持基盤は低所得層から高学歴者に変化している。このことから左派は、すでに低所得層の代弁者でなく、リベラル的に正しいものの味方になっており、これをピケティはバラモン左翼と呼ぶ。この観点から語られることはあまりないが、マクドナー、 イニシェリン島の精霊は、現代リベラル知識人の自画像になっている。難解な映画と、レビューが混乱しているのもわかる。イニシェリン島は、アイルランドのアラン島を模した架空の島。アイルランド本島では、イギリスからの独立戦争の停戦をめぐって、アイルランド人同士で内戦が起きているが、イニシェリン島は無風。そんな延々と続く日常に、インテリ気質のバイオリン弾きコルムが、 島で2番目に鈍いパードリックに絶好を切り出すことで亀裂が入る。昨今の情勢から政治的に捉えるレビューが多い。昨日まで平和だった日常がふとしたことで失われるというベルファストみたいなやつ。しかし、これでは宗教的なモチーフや何より二人を切り裂く格差がちりばめられていることを救いきれないので、政治説を唱える人自身もすっきりしない様子だ。喧嘩の原因は劇中も述べられており、 インテリ機質のコルムは、知的に劣るパードリックとの話に耐えられない。つまらない話を聞かされるくらいなら、試作にふけったり、作曲に励みたいと。実はイニシェリン島は、知的に鈍い前男前女が集うから、戦争とも無縁で平穏に暮らせる。パードリックは、そんな鈍いがナイスなやつの代表格。島でも警官に無視されたり、食料品店の女主人とウィットに富んだ話ができないと差別されている。 でも、インテリはパードリックをバカだからといって罰することはできないので、パードリックが自分に話しかけるごとに自分の指を切り落とすと自罰的な警告をする。この知的格差が物語の軸になっているが、主人公がバカだから差別されるというのはなかなか言及しがたい。調べたところ、岡田司夫と立花が触れていたくらいだ。劇中扱われているのは、文化や噂話といった濃淡あるが、 知識によって社会は分裂し、対立が引き起こされるという話なので、ロバのような動物、パードリックのような全難、カソリックの島民、自発的なインテリコルム、内戦中のアイルランド本当の都市と、後ろに行けば行くほど、心の平穏から遠ざかる。ある意味二重構造で、このような知識格差による対立が読めるのも、知識人になっており、島国根性、アイランドセンシビリティが強い国では、 世間マックス・リティ昔話の本質では神話とか童話のキャラクターが心理的奥深さがなく平面的であることが述べられている平面的なので多くの人間を包摂することができるこの観点からイニシェリン島はその奥行きから包摂的ではないでは現代の究極包摂文化作品は何かというと だ昔、クレトモフサさんが、バロック漫画として、「一本包丁万太郎野望の王国」などを紹介した。バロックとは、16世紀末から17世紀初頭にかけイタリア諸都市で誕生した過剰なまでに装飾を施す様式から来ており、過剰な情熱と描写に彩られた長期連載をバロック、バカ漫画とした。これらの漫画は、インテリからは無視されたが、ラーメン屋や床屋の片隅に置かれ、 大衆には受けてい RRR は、現代インドの国家主義をバロックに突き抜けさせた傑作になっている。例えば、列車がひだるまになるような事故が起きて、川に投げ出された子供が溺れそうになるシーンでは、すぐに川に飛び込んで助けたり、ロープを投げて引き寄せたりしない。主人公であるラーマとビーマという2人のマッチョが、同じロープを体に巻きつけて、川の上にある橋から馬とバイクで飛び降りる。それぞれ、 反対方向に走って飛び降りるので、振り子のように少年を川からすくい上げようとする。その方が映像的に刺激が強いから。3時間に及ぶ映画は、このようにすべて決めの絵になっており、物語の合理性は無視して、強引な音楽とともに押し進める。すべてが過剰なバロック映画になっている。なぜこのような演出が許されるかというと、欧米からすると、インド映画だから、というオリエンタリズム。 つまり日本のアニメと同じように、リアリティの要求ラインが引き下げられている。深海誠が、女子高生のスズメが宮崎から宮城まで猛ダッシュするのを j p o p で押し通すのや、o n e p i e c e ムレッドと同じ理屈。では、当のインドではどうか。インドでは、映画を見る際に、日本のように静かに見ることはない。音楽フェスに近く、歌ったり、踊ったり、騒ぎながら見る体験的な娯楽になっている。 また、RRR の内容は、近年のインドのヒンドゥー主義とも合致する。主人公のラーマは、カーストモガミーのバラモン。ビーマはアディバシ、先住民族のゴンド族になっている。それぞれ、ラーマーヤナと、マハーバーラタンにも由来する2人が同じインド人意識に目覚めて、イギリスから独立する映画になっている。独立するために白人の武器と女性を、白人から奪おうという屈折とともに、 日本で最も観客動員を集めた映画というと、「鬼滅の刃」。その前は2001年、「千と千尋の神隠し」だった。では、その前はというとなかなか現代人はわからない。1957年、明治天皇と日露大戦争になる。日本初のシネマスコープ超大作映画として大予算を投資された映画は、果たして大ヒットし、当時の人口の5人に1人。 2000万人の観客を集めたと言われているなぜ、日露戦争が人の心をつかんだかというと、タイトルにある明治天皇も、バルチック艦隊を発見し、決死の覚悟で、長長距離をボートで移動し、大本営まで情報を伝えた宮古島の漁民も、一つの日本人になったばかり。近代日本がロシアに打ち勝つ目的のために団結する宝説の神話だから。当然、1957年に作られたのは意味があり。 1955年から始まる高度経済成長によって、日本人意識が徐々に回復していった助走の期間にあたる。RRR もこれに近く、インドア大陸内ではヒンドゥー以外の多元的な価値が共存するところを、フェスのような勢いによって、インドが一元化されている政治色の強い映画になっている。では、中心的価値がプロパガンダだからといって、映画として劣るというわけではない。例えば、 濃度という中国共産党のプロパガンダ映画がある。濃度のチャンパがラマ層に虐げられて、虐げられて、ついには失語症になる。最後に人民解放軍がチベットを解放して、やっとチャンパは言葉を取り戻す。化粧石万歳と。中国共産党のプロパガンダでしかないが、それと同時に非常に感情を揺さぶる、優れた映画になっている。RRR も、おそらく文盲も見るため、 感情に訴える映像が多く、言語の壁を越えやすい。それが日本や世界の国々でも伝わるという仕組みだ。では、イニシェリン等でも、コルムは指を切り落とさず、悶々が踊れる曲が作れただろうか。映画は、手打ちを申し出るコルムに対して、知的に劣るはずのパードリックのセリフで終わる。終わらない方がいい戦いもある、サムシングス・ゼアズ・ノー・ムービング・オン・フロム。 シンクザットスエ o グッドシング」と「君と世界と戦い」では世界に支援性を加ふか。夢アフォリズムし、